ちらが改修後の、社ですね。若宮社かなんですね。あと屋根と、あとこの、全部じゃないんですけど、こう、接ぎ木してるところですね。接ぎ木してるところ。この手前のところですね。これもう1年経ってますね。こちらも屋根を全面改修して、で、ここ接ぎ木を書いて、やっぱりね、長きはどうしようもないですよ。なんとか持たせたいところですけども、まあ、ギリギリ限界っていうのありますね。こちら大日堂っていう堂なんですけど、まあ、神仏集合のね、関係もあるので、大日堂っていうのありますけど、騒いでる人がいるんですけど、ここは騒いでくるところじゃないんで勘違いしてほしくないですけど、まあ子供だから、子供の声か、それしょうがないですね子供はしょうがないですね。で、大きな杉の木、樹齢は3000年と、この木をなぜ切ろうとしたのかは謎ですけどね。そういう話があったんですけど、幹周りが85メートル、もうこの看板自体が結構立ってるんで、もう少し立ってると思うんですけどね。樹齢はすごいですね。